竹原俊仙が、絵本百物語より、猫へ猫へ、寝、ね、ぼけだは、江戸時代の祈談集、絵本百物語にある日本の妖怪の一種。妖怪というよりは一種の病であったり、今しめであると言った方が妥当。本来の、猫へとは、寝てばかりいて太ることを示す言葉だが、本校ではこの、絵本百物語にあるものについて述べる。絵本百物語の差絵中にある文章によれば、 夜に女性が寝床に着くと、部屋に入りきらなくなるほどの巨体となり、車の轟くほど大きないびきをかいて寝るものを、猫へというとある。また、絵本百物語の本文によれば、猫へは、女性の病気の一つであり、寝坊を今しめた言葉ともされる。欧州で猫へとなった女性が、家に布団が十枚あるところを、その女性は七枚、夫は三枚使って寝ていたという。こうした寝声は、 色気もなく、何かにつけて想像しいので、しまいには、愛想が尽きてしまうのだという。これらの地方では、寝相の悪い女を指して、寝太りと呼ぶとも言う。寝太りという名での妖怪については、他の古典作品や民間伝承の資料にも、一般的に確認されていないため、これ以上のことは不明であり、結婚しても家で怠けて寝てばかりの女を戒める、ために創作された妖怪との説もある。 また、病気などで人間が妖怪と化すという意味において、二口女や、六六尾と同様のものとする見方もある。市町層、うさぎ園小説周囲などの江戸時代の書物には、老女の体に狸が入り込み、途端に老女が元気になって、大量の食物を平らげるようになったという奇岩がある。ことから、猫へもまた、眠っている女性の体に狸が忍び込んで、 悪さをしているのではないかという解説が昭和以降の妖怪に関する文献ではされることもある。江戸時代に描かれた岡田玉山による特本絵本玉もたんには、ナスのが腹で玉も前が僧侶たちを化かすために使った術のうちに家の中で女がどんどん巨大化するというものが登場しており、その差し絵も根太りとして紹介されることもある。妖怪研究家 ただかつは、ネゴエが、病名とされていることから、この名称は、最近感染症であるような一種、ネフト氏との語呂合わせともいい、ネフト氏が高齢者、糖尿病、高カロリー、運動不足の人が患いやすいことをネコエの名が、暗示しており、また、舞台とされている欧州で行われている祭りである、ネブタの出し道路に膨れ上がった肉体を持つ人物が、描かれていることから、ネゴエは、 ねぶたとの語呂合わせではないかとの解釈も示している。情報落語には、おたま牛という縁題に猫絵が登場する。おたまという美女に男が呼ばえをかけるが、布団の中の思いがけない巨体に驚き、おたまちゃん、猫絵かい,いというものである。これは、おたまの父がマナ娘を守るため、布団の中に牛を寝かせていたというオチである。これは、 本来の言葉の使い方によるものであると考えられる。ありがとうございます。